本のプロレスの原点だ。記念すべき第1回ワールド大リーグの最終戦を迎えています東京体育館です。5月から始まりまして全19戦、最終戦今準決勝の8分3ラウンド、力道山対ミスターアトミックの一戦が今まさに始まっているところです。放送の解説は力道山ジュニア桃田光雄さんでお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。場内もこの熱気の中本当にもうぎっしりと埋まってますね。そうですね、あの父がルーテージ戦を終えてから、はい、一番やっぱりこのどうにかしてもっと人気を出さなきゃいけないっていうので企画した最初のワールドリーグ戦なんで。なるほど。ものすごいやっぱりこの決勝戦の時も超満員のお客さんが入ってらっしゃるんでですね、雰囲気は盛り上がってましたよね。大歓声が起こっていますが、この当時の桃田さんが、まあ、年数で数えますと小学生ぐらいですかね。そうですね、小学5年ぐらいだろうと思うんですが。そうですか、この会場にはいらしたわけですか。もちろん行ってます。なるほど、はい。まあ、大勢の、まあ、大人の観衆の中に、まあ、この中に桃田光雄少年がいたという最終戦の東京体育館です。さあ、なんと言いましてもこの力道山の相手が、まあ、このミスターアトミックというこの覆面レスラー。そうですね、非常に特徴があり強豪でもありますよね。そうですね、結構パンチとかああいうのも強いんですけど、あとはやっぱり凶器を結構うまいこと使うんですよね。このマスクの中の額のあたりに。そうです、時折入れてくるシーンがありますんで、はい、それもレフにうまくブラインドを使いながらやるんで、なかなかその反則は取られにくいっていう部分もありますしね。なるほど。で、今グラウンドの攻防に入りましたが、このレスリングのテクニックとしてはこのミスターアトミックどうなんでしょうか。いや、あると思いますよ、はあはあ、動きもものすごくいいですしね。要するにこの大会で一人だけ無名に近い選手だったんですけど、はあ、実力的にはものすごい。なるほど。ありましたよね、試合見てても。本当に動きがすごいなって、父もなかなか苦戦しながらやってるのを感じましたね。そうだったんですか、はい、このミスターアトミックがドイツ代表という肩書きでこの第1回ワールド大リーグには出場しています。全アジア代表力道山、全ラテン代表エンリキトーレス、ハンガリー代表キングコング、イギリス代表ロードブレアース、メキシコ代表ジェス・オルテガ、インド代表ターロックシン、アメリカ代表ダニープレチェス、そして今リング上ドイツ代表のミスターアトミック、そして日本からは豊登り、そして遠藤幸吉といった10人が第1回のワールド大リーグに出場しています。さあ、こうやって見ていますと力道山がいつ空手チョップを出すのかというあたりを楽しみにしているファンが多いと思うんですが、まだこのパンチですね、細かく入れてきます。組み合ってスタンド、ここもまたアトミック選手のね、うまいところはやっぱりレフリーのブラインドしながらやってるんで、なかなか反則は取りづらい形を取ってますんでね。そうですか、さあ、いった、一発で場外まで落ちました。大歓声の東京体育館です。やはり破壊力はすごいですね。すごいですね、赤覆面が一回転して場外まで落ちていきました。さあ、追いかける力道山、まだエプロンサイドどけと。いや、しかしトップロープが随分低く見えます。身長187センチ127キロのミスターアトミック、今リングに戻りました。おお、このタックルに行って、ただ力道山も軽くあしらいました。8分3回戦3ラウンドで行われます。1回戦第1ラウンド5分経過のアナウンスが行われました。まあ、この3回制というのはまた一つ、まあ、現代のプロレスとはちょっと違うところで ね、今リーグ戦なんかってそういう形は取らないんで ね、そうですね、一本勝負が多いんで、はい、この当時は結構メインとかそのリーグ戦とかでその3本勝負ありましたか、使う場合が結構ありましたんでね。そのあたりの、その、まあ、取り方といいましょうかね、そのあたりは難しさも特徴も一つあるかと思いますが、さあ、ちょっと力道山が背中を見せて、後ろからパンチ、このパンチがやはり癖物ですね。そうですね。さあ、そして全体重を右膝に乗せまして力道山の首筋のあたり、今準決勝勝ち上がればそのまま決勝と
ということで戦い方も、まあ、決勝を睨みながらということになるかと思います。反則カウントギリギリのところまでミスターアトミックも力道山を攻めていきます。さあ6分経過の今場内アナウンスがありました。ロープ際にさあチョップが出るかどうか、クリーンブレイクするのか。おっとチョップは構えだけ。いや、やはりこのチョップの構えをするだけでも場内への集中力が高まります。そうですね、でアトミック選手もやっぱりその父のそのチョップに対するやっぱりフェイントのかけ方とか、そういうのをちゃんと理解してますよね、はい、うまいこと出させないようにしてますよね、そのあたりの間の取り方も非常にうまいものがあります。赤覆面の怪レスラーという肩書きがついてこの来日しましたミスターアトミックです。リングの中今腕を固めていきました力道山。子供から見てこの、まあ、どうしても空手ショップに注目いがちですけれども、こういったレスリングを今桃田さんのこの立場からご覧になってどう見えますか。いや、父はやっぱりその最初に相撲から、ね、プロレスに転向した時点で、かなりいろんな要するにプロレスのテクニックを習得してるんだっていう感じがありますよね、はい、そうですか。あ、力道山が今怒りに火がつきました。コーナーに追い詰めてパンチとそしてチョップの応酬になります。おー、まあ、アトミックも負けてない。さあプロレスのリングですがボクシングの様相を呈してきました。確かこの時僕が聞いたのは、アトミック選手はボクシングのボクサーの経験があるっていう話も聞いてましたんでね、はい、そうでしたか。だからパンチにはかなり威力あると思いますよ。いや、まさにもう今体重は127キロですから、もうこれはヘビー級のパンチが飛んできます。しかもグローブはつけていませんから、もうこれはもうたまったものじゃありませんね。そうですね。さあただ力道山には空手ショップがあります。あ、パンチの応酬で、ただ残り時間も少なくなってきて、力道山もパンチ、空手ショップは、あ、ここで今一旦1本目、あ、終わりましたね、時間切れですね。今笛も入りまして1本目は両者とも取ることなく、時間切れとなりまして1本目終了になりました、まあ、この間を取って、あ、今この映像からも力道山も相当汗をかいているのが分かりますね。そうですね、結構、まあ、息上がってるまではいかないですけど、結構きついもんありますよね。あ、で今これ2本目なんですがレフェリー倒れてますね、何か巻き込まれたでしょうか。レフェリーが全く動けません。場内騒然となっていますが、これどうしますか。誰か代わりに裁くレフェリーはいるでしょうか。全く動けません。完全にノックアウトの状態です ね、ちょっと心配になるくらいの倒れ方ですが、ただリングの中では力道山とミスターアトミック、あ、今リングに上がってきたのはこれはダニー・プレチェスですね。あ、そうですね、変わって、はい、今レフェリーに、あー、来た、空手ショップ場外に落ちていきまして、場内みんな総立ちでこの力道山の勇姿を見つめます。さあカウントを入れます。第2のレフェリーのダニープレチェス、場外カウント今ようやく戻ってきました。さあ試合が一気に動いてきそうです。やはりただ空手チョップの威力はすごいものがあります。さあただここでまたヘッドロック、ロープに飛ばして帰ってくるところ、おっと簡単には力道山の流れにしません。こういったあたりもよく試合が見えてますね。見えてますね、本当動きがいいですよね。そうですね、まあ、だけどこの映像も珍しいですよね。レフリーまで裸ですから本当そうですね、これ誰と誰が戦っているのか一瞬分からなくなりますけれども、そうですね、さばいているのがマスクをつけていない外国人のレフェリー役を務めていますダニー・プレチェスです。第2のレフェリーで入っています。1本目引き分け、2本目に入っています。勝ち上がって決勝に進むのはこの力道山かミスターアトミックかというところですが、ちょっと力道山劣勢、コーナーに追い詰められた。パンチが入る、連続のパンチ、重いパンチが入ります。ただここは反則のカウントが入ってギリギリのところ、ちょっと力道山苦しそうだ、力道山苦しそうだ、ちょっとコーナーを背にする時間が長くなってきました。パンチのダメージ徐々に効いてるような感じですよね。そうでしょうね、
もう力道山の背中も汗が光っています。必要にこの中のあたり、さあ2本目も5分経過、間合いを取りますがちょっと力道山劣勢、距離を力道山は取りたがっています。あ、この表情だ、相当苦しそうですね。そうですね、父がこういう顔するってのはなかなか僕も記憶にないぐらい見てないですよね。あ、なるほど、やっぱりあのアトミック選手のこの必要なパンチが結構ダメージは、あの父が受けている部分はあると思いますね。かなり油汗がにじんでいるように。お、下から蹴り上げた。さあまた力道山の怒りが、その表情にも力がみなぎってきました。ロープに飛ばした、帰ってくるところチョップ一撃で倒れました。さあカバーに行った、カウントが、あ、今ロープ掴んでますか。あー、ロープブレイクのようですね。あー、ダメでしたか。一発で倒したんですが、ここはロープの距離に救われましたミスターアトミック。いや、時間との勝負にもなります。さあどっちが決めるかというところですが、もうあのパンチは反則だろうと力道山はアピールしています。いや、俺はパンチじゃないと、平手でやってるとアピールしてますね。まあ、誰がどう見てもパンチなんですが、このあたりがまたうまくレフェリーの目もごまかしてきています。またしてももう力道山の怒りが溜まってきています。いつ爆発させるかですね。組み合った。さあ力道山もパンチで応戦。さあ前に出た。さあ体でチョップが行く。いや、ただもう残り1分となりまして、やはりこのミスターアトミックの実力というものも非常にここに来てパンチの重さでもよく伝わってきます。さあ連続のパンチ、力道山も前になかなか出られません。あ、今行きましたね。あの父もパンチで行ってます、行きましたね、顔に行きましたね、はい。あー、ただここで今3本目に入っていますが、あーっとマスクを剥ぎました。怒りの力道山、ミスターアトミックのマスクを剥いで今その素顔があらわになりました。これは相当の怒りですけど、これモードさん、これ反則取られませんか。いやいや、普通だと反則ですよね。ですよね、これはもう、あー、もう額が割れています。マスクを剥ぎ、怒りの空手チョップ、ミスターアトミックの額を割りました。ただこれ試合の最低としてはおそらく力道山の反則が取られるでしょう。となりますと決勝進出ならずということになりますが、いや、ちょっとリングサイドの女性ファンも目を背けるような出血になっていますが、場内騒然、怒り狂う力道山。レフェリーのダニー・プレジェスも必死に止めに入りますが、あ、もう勝ち名乗りを今ダニー・プレジェスが、もう怒りが収まらないって感じですよね。もうこれ勝ちを宣告しています。力道山の反則負け。いや、これは第1回のワールド大リーグというところでは決勝進出ならずというこの時点ではね、そうですね、なってしまうわけなんですけれども、ただその力道山の怒りの一端を見る、このいや、やっぱりこの状態でお客さんがもう全然納得しないみたいな ね雰囲気はありましたんでね。ですよね、もう誰もが力道山の第1回優勝を信じて東京体育館に足を運んでいるわけですが、このおびただしい流血になりましたミスターアトミック。力道山の怒りのほどが分かりますね。そうですね、もう要するに普通リングの上でこれほど出血して、で、あの選手がもう頭を押さえてるっていうのは少ないですからね。そうですよね、やっぱりテンション選手みんな上がってますんで、なかなか簡単な流血だったら、あのそんなにアピールしないんですよ。そうですよね、だけどやっぱりかなりダメージあるんじゃないですかね。なるほど、あ、ファンの歓声には応える力道山、その怒りのファイトにファンは大きな拍手を送りますが、
ただ準決勝反則負けということで、この時点で力道山の決勝進出消滅という波乱の第1回ワールド大リーグ戦、力道山対ミスタートリック、力道山が反則を取られました。さあ、そしてリング上、これからタッグマッチの45分3本勝負が行われます。日本陣営遠藤幸吉、豊昇対先ほどレフェリーを務めていましたダニー・プレチェス、そしてロード・ブレアースというこの2人、画面左側ロード・ブレアース、そして今また変わって左側にダニー・プレチェス、先ほどレフェリングを終えて今リングに上がっています。そして日本陣営遠藤幸吉、豊昇の2人がこれからリング上というところ、桃田さんはこのロード・ブレアースとは非常に長い付き合いもあるかと思いますけれども、あの PWF の会長になっている時にもお付き合いありますし、あの彼がこの今回見えた時にも、あの僕はまだその当時英語全然喋れなかったんですけど、あのお会いして一言声かけてもらったのを覚えてますんでね。そうですか、はい、いやいや、その桃田少年の目には当時のこの外国人選手たちはさぞかし大きく映ったでしょうしね。そうですね。でまあ、これで面白いのは、セコンドにジョー樋口さんが外人側に今ついてるのが見えますけどね。 あの奥ですね。そうです。あ、若き日のジョー樋口さんも、そうジョーさんといいますと、そういった外国人担当というね、そういうことですね、部分もありましたからね、今リングに遠藤幸吉、そして豊昇、この2人がリングに上がりました。日本陣営画面左豊昇、そして右側遠藤幸吉です。今回のワールド大リーグイギリス代表で参戦していますロード・ブレアース、アメリカ代表256番のダニー・プレチェス、そして先ほどはレフェリングも行っていましたアメリカ代表のダニー・プレチェスです。日本陣営豊昇がコールされました。同じく256番の遠藤幸吉、日本陣営豊昇、そして遠藤幸吉の2人です。九州山、砂漠レフェリー九州山、45分の3本勝負で行われます。まあ、この画面を通じて見てみましても、豊昇、遠藤幸吉、この2人の体格も非常に大きいですよね。大きいですね。豊昇さんは上背はないですけれども、はい、本当怪力では素晴らしいものを持ってましたからね。そうですか、まあ、相撲からプロレスの世界に移った豊昇、そして柔道から遠藤幸吉と、遠藤幸吉も180センチ125キロという体格を誇っていました。まあ、見るからにそのもう太ももふくらはぎ、そして肩幅、豊昇、遠藤幸吉ともに、まあ、当時の日本人の体格からしたら本当に素晴らしいですよね。はい。でまあ、この日本側のチームはパワーと、あの遠藤さんがどちらかというと技師っていう雰囲気がありますんでね。なるほど。いい組み合わせではあると思いますね。さあ、両友握手を交わそうかというところ、軽く言い出して両サイドに戻りました。日本陣営は遠藤幸吉先発のようです。そして外国勢はロード・ブレアス、45分3本勝負1本目。さあ、桃田さん、このロード・ブレアス、まあ、我々は PWF 会長としてリング上で認定証を読んでいる姿が印象に残るんですけれども、はい、レスラーとしてはどういうタイプの選手だったんですか。基本的にはテクニシャンというタイプですよね。ほうほうほう。でやっぱり、まあ、この当時はやっぱり動きは素晴らしく軽やかな動きで、あの技の入れ方もうまいですしね。そうですか。キレもありましたし、まあ、このあたりがイギリス代表、まあ、ヨーロッパのレスリングといった印象なんですかね、はい、
柔道出身遠藤、そしてイギリスから参戦しましたロードブレアス、2人の攻防でゴングが鳴りました。腕を取る、おお、今肘ですぐさま返していきました。あれは反則だろうとコーナーからも今ダニープレジェスがアピールしますが、ですからこの今先発の2人はテクニックという点で見せる2人の攻防ですね。やっぱりロードブレアス選手の方が、より軽やかな感じはしますけどね。確かにそうですね、軽くいなすようなそんな動きも見せました。腕を取る遠藤、静かな攻防にも力が入ります。立水の余地もない東京体育館、第1回ワールド大リーグの最終戦、タッチを交わしました。今度はアメリカ代表ダニー・プレジェスがリングの中に入ります。この辺はやっぱり、ブレアス選手うまいですね。そうですね、完全にレフリーには見えてるけど、はい、遠藤選手に見えない感じでブラインドでタッチしながら、はい、うまく攻めを続けるという感じですもんね。ですね、いやいや、そういったテクニックを持った世界の強者がこの第1回ワールド大リーグに出場しています。場内もこの2人の攻防に大きく沸いています。5月21日のここ東京体育館から全19戦行われて最終戦、この試合リング上は6月15日の大会の映像です。さあ豊登りがリングの中に入りました。足を取る、ロープを離さない、強引に引っ張り出した。さあボストンクラブの体勢です。あ、ただ回していってひねっていきます。もうこのパワーですね。そうですね、お、今コーナーでロードブレアス出てきて、またすぐに返されました。こういうところも見せますね、はい、動きが早いです。早いですね。さあなんとか逃れようとタッチしようとしますが、届かない届かない、身を乗り出す、お前は下がってろと制されますが、こういったあたりのこの場内の空気も変えていくような、ロードブレアス手を伸ばす、タッチになるか、まだできない、あ、タッチ成立、あ、ただあ、タッチの持ってなかったですね。この頃やっぱりそのタッチってのは結構厳しくですね、制限されますんでね。確かにそうですね、ええ、さあ体勢を入れ替えて今度は豊登りがした。ただこの怪力軽く吹っ飛ばしてきました。いやはやこの豊登りのパワーというのは非常に頼もしいものがあります。さあサバンに行く、悲鳴を上げましたダニープレジェス、手を伸ばすロードブレアス、ここでタッチは成立しました。念を入れてもう一回タッチしましたが、さあ、ああこういった相手豊登り相当体格はあるんですが、あ、これをまた一つの見せ場になってますね。やっぱり豊登りさんのね、力があるっていうのは本当に見れますよね。伝わりますね、さあそして遠藤リングの中、先ほどからもう何回も返されているロードブレアスが、あ、後ろから蹴りを入れて、この辺りはタッチマーク、両者の呼吸が合ってきました。外国勢です。遠藤が攻めていきます。あ、そして今日本サイドからの挟み撃ちを食らいました。カバーに行ったエンド、カウントが入るところ肩が上がって、あ、またロードブレアスが何かやってますね。多分ね、ええ、レフリーを止めてるか、なんかそういう状況だろうと思います、ね、なるほど、はい、今場内のお客さんの視線がロードブレアスの一斉に向きましたんで、何かやっていたのがよく分かりました。ロープが激しく揺れてます。さあタッチがかわされまして、お、下からくぐった。これうまいですね。いやいやいや、
そしてまた先、あーただボディシザースに行こうというところです。何か本当こう PWF 会長の姿でしか印象がなかった世代から見ますと新鮮に映りますね、これね。そうですね、大変軽快な動きを見せていますロードブレアスです。カバーに行くところ遠藤も返す。グラウンドの攻防が続きます。まあ、この第1回のワールド大リーグは東京体育館から始まりまして、まあ、西日本を中心に各地を回って東京体育館に帰ってきています。さあこれだけどブレアス選手うまいですね。あの遠藤さんがボディシザーズ入れてるんですけど、それをうまく切り返してますもんね。逆に足を攻めにいってます、ね、あそうですか、はい、今は足を攻める形に変わっています。遠藤も沢折りでなんとか逃げようというところですが、まだ足が固まったまま、ベアハックでなんとか逃れようとしていますが、まあ、こういったインサイドワークといいましょうか、まあ、この後後々も若い世代にもヨーロッパ出身の選手は引き継がれていくような部分がありますね。まだ遠藤は動けません。体勢入れ替わらず足が絡まったまま、さあ逆に今度は上になった。う今度は上からまたダニープレジェスが来ました。45分3本勝負、両軍とも1本ずつ取って迎えた3本目に入ってきています。上になってただ体勢も入れ替える。まあ、当時のそのプロレスの試合を振り返ってみますと、こういった序盤からのねちっこいレスリングというのはかなり長い時間続いてますよね。そうですね、まあ、時間切れになる場合も結構ありますし、はい、あの結構要するに長時間の、そうですね、だから選手はもうみんなスタミナつけてないとすぐアウトになるっていう可能性がありますね。なるほど。さあ5分経過という声が上がっています。3本目膝を落としていきます。ねちっこいレスリングから持久戦、そして最後の自身のそれぞれの必殺技、その一撃のタイミングを狙っている、そんな試合展開になってきています。1対1で迎えた3本目、両足を取る。さあそのまま振り回していく豊昇り、豊昇りのパワーです。この上半身の筋肉を見るにつけ、桃田さん本当にすごい体格ですね。そうですね、あの上背がないんでこういうジャイアントスイング的な技っていうのは使いづらいんですけど、使いまい、あ、本当に力だけで引っこ抜くって感じですよね。まあ、現代のプロレスにも力自慢は数多くいますけれども、当時の桃田少年から見ましてもこの豊昇りというのは本当に大きく見えたんじゃないですか。すごかったですね、本当に力があるっていう感じをそばで見てても感じましたね。そうですか、はい、さあその力でグイグイをしていきます豊昇り、簡単には相手に渡さない。ロードブレアス懸命に手を伸ばす、タッチロープをつかむ。さあ身を乗り出す、タッチ成立、リングの中。さあ今度は動きが立体的になった、飛び越えていく、捉えた豊昇り、さあしっかりと固めていきました。サバオリベハッグ逃しません、怪力で締め上げる。ロードブレアースの表情に力がなくなってきました。どうだどうだ、ギブアップ、今諦めましたロードブレアース。豊昇りの最後はサバオリで決めました。やはり最後はその力がものを言いましたね。そうですね、やっぱり豊昇りさんの一番の売りの技ですから、そうですね、見事な同締めサバオリベアハックで勝負を決めました。45分3本勝負の3本目は日本勢が取りました。豊昇りそして遠藤幸吉の2人です。ただ見てみましても、あのロードブレアスの軽快な動きというのは非常に新鮮に映りましたし、そうですね、本当に動きがあのなんていうんですか、キレがあるというか軽やかっていうか、そうですね、すごいですね。いやですから敗れたこのアメリカ代表、イギリス代表の2人に対しましても場内からは大きな拍手が起こりました。第1回のワールド大リーグ戦の
45分3本勝負で行われましたタッグマッチ、日本勢遠藤豊登組対アメリカ代表ダニー・プレチェス、イギリス代表ロード・ブレアーズ。3本目まで勝負は移りまして、最後は豊登がロープから帰ってくるところ、ロード・ブレアーズを得意のサバ折り同締めで決めまして、3本目を取りました。日本勢2対1で勝利を収めた45分3本勝負、タッグマッチは日本勢の勝利です。さて今場内でリングアナウンサーからレフェリーおよびコミッショナーとの今協議中であるという今場内アナウンスがありましたが、多分ですね、はい、今あの準決勝で父と戦ったミスターアトミック選手が多分出場できない状況になったんじゃないかなと思うんですよ。ははでもってあのもう一つの準決勝の結果がついてないんですよね。多分あのジェス・ドルテガとエンリキ・トーレス、はい、これが引き分けで延長戦でも決着つかずとついてないんで、3人で戦うわけにはいかないので、はい、3人のうち2人をコインで選ぶということではないでしょうか。あーなるほど、今リングの中には力道山とエンリキ・トーレスの2人、はい、まだオルテガの姿はないんですが、ミスターアトミックがリングに上がってこられないというのは、まあ、本来この場にいなければいけないんですけれども、はい、まあ、力道山戦で、まあ、マスクも剥ぎ取られまして、はい、かなりの流血もしていました、手前、まあ、画面映っているエンリキ・トーレス、その奥の力道山、まあ、力道山は本来ですとこの場にはいられない立場ではあるんですが、はい、決勝準決勝の2つのブロックからのそれぞれの勝ち上がりを決めるという中では、まあ、ミスターアトミックが来られないとなった場合に準決勝もう1つの山で決着がつかなかった2人プラス力道山と、そういう形になったんだろうと思いますね。なるほど、はい、この3人の中から2人で、これから決勝戦ということになるかと思われます。エンリキ・トーレスが今力道山に声かけて、まあ、どうなるのかという確認もおそらくしているかと思いますが、まあ、この2人による決勝戦になるかもしれませんし、力道山抜きの外国勢同士の2人の決勝戦にも、まあ、なる可能性もあります。今2人はこの上がってくるオルテガを待ち、これからその3人によります、まあ、おそらくコイントスで決勝進出の2人を決めるということになりそうです。まあ、本当に珍しい形ではあると思いますよ ね、 ね、本当に第1回大会ではありますけれども、まあ、そういった面では最後の最後まで優勝者の行方は分からないという今日の決勝戦です。力道山も今コイントスが始まって、結果が出ました。エンリキ・トーレスが下がりますね。下がりますね。今2人に握手してたんででしたね、決勝戦は力道山対ジェス・ドルテがこの2人で行われることがコイントスで決まりました。さあ間もなく決勝戦の舞台が整います。さあ歓声の中両選手の紹介です。メキシコの巨像とも言われますジェス・オルテガです。赤コーナー世界チャンピオン250パウンド
第1回ワールド第2号を制するでしょうか。力道山、ダニープレチェスがレフェリーを止めます。いや、並んでみますと大きい、193センチ138キロ、まさに巨大な像ですね。そうですね、あのこの当時僕も要するにあのオルトガ選手を、あの間近で見たことありますけど、はい、その胸板の厚さにびっくりしますね。そうですか、やはりこの体の大きさ、それから、まあ、顔も大きいと言いましょうか、迫力満点ですね。本当にものすごい威圧感がありますこの巨体。さあ、いよいよ決勝戦、決勝戦8分3ラウンド始まりました。パワーでぐーっと押して、もう最初からラッシュをかけますジェス・オルテガです。このオルテガ対、そして先ほど、まあ、反則負けとはなりましたが、力道山結果決勝に駒を進めることができました。第1回のワールド大リーグの決勝戦です。レフェリーのブラインドを突くパンチ、そういえば力道山はミスターアトミックにも随分パンチを食らった。あ、ただパンチで返していった。あの本当にね、ここら辺はオルテガ選手の技ですけど、オルテガ選手はブラインドでやってる。そうでしたね、ただ力道山父はまともにやっちゃってるんで、ね、まあ、この辺りはもういかにも隠せないというところでしょうか。カウントかなり早めに入りますが、オルテガも懸命に返す。もう一回強引に、あ、今度は左の肩を上げる、両手を抑える、ワンで返した。グラウンドの攻防に入ります。ぐーっと今力道山も全体重を乗せますが、腕も絡めた。押さえつけていきます。まあ、第1回大会のこの栄冠をつかむことができるのは果たして力道山かジェス・オルテガか。まあ、このオルテガマのフライングボディープレスですとか、この巨体を生かした技がありますんでね。ありますね、パワーもありますし、はい、やっぱり攻めづらいですよね。あの大きいのに全体のバランスがいいんで。あ、そうですか、パワーはあるし、要するにどこを要するにウィークポイントとして攻めるかっていうのは、攻めあぐねる場合が多いですよね。なるほど、はい。まあ、近年こそ体が大きくて動ける選手は増えましたけれども、この当時でこの体格で飛んできたらたまんないですね。本当ですね、さあ力道山の空手チョップで攻めていく、張っていきます。さあ、いった村井田に一撃、構えにいった。あ、ただロープを掴んでいます。ちょっと場所が悪かった力道山。反則じゃないかと。ただまあこれは胸に入ってますんでね、はい、喉ではありません。ちょっとレフェリーでやってますよ。レフェリーを敵にしてしまうと具が悪くなりそうですが、腕を取ります。このパワーですから腕を固められた、たまったものではありません。さあ力道山も距離を取る、バックに回った、おグラウンドに持っていく。うわ、この体重が上に乗る、乗ってボディシザーズに行こうとしてますね。これはきついぞ力道山、この体勢から足が絡んで体重が乗る。ボディシザーズに入っています。そして腕も絡んでいます。あ、ただその足を取った。この辺りは速い動き、足を取り返しに行きました。足首を固める、速いカウント。どうやらダニー・プレチェスは力道山側にちょっと立つような、そんなカウントの速さも感じますが、ちょっと先ほどねジェス・ドルテガがレフェリーに文句をつけましたので ね、ちょっとお返しを食らっているかもしれません。細かくカウントを入れます。
レフェリーのダニープレジェス。足を固める。まあ、力道山といいますとどうしても我々は空手チョップの印象があるんですけども、いろんな技のバリエーションも実はありますもんね。そうですね、やっぱり足を攻めたり腕を攻めたり首を攻めたりするんでも、それなりにやっぱり研究してますし、技のやっぱりトレーニングとか、それから来てる選手の、外人選手の技を取ることもありましたしね。あ、そうですか。10人参加のこのワールド大リーグですけれども、まあ、初めての試みで、まあ、これだけ世界各地からの選手が集まるというのは本当に画期的な大会ですもんね。そうですね。要するに、まあ、日本では初めての試みなんで。そうですね、まあ、そしてなんといっても、まあ、総当たりというあたりの厳しさも、まあ、桃田さんもさまざまなリーグ戦ですとか経験おありかと思いますけれども、はい、まあとにかく毎日のようにこのシングルマッチというのは大変ですもんね。本当に大変ですね。それも実力のある選手ばっかりですからね。そうですよね、世界の代表選手で開催されています第1回のワールド大リーグ。さあジェス・オルテガの怪力が力道山の今足を取ってますね。今力道山がその足抜けられない状態になっています。ああ、そしてこの体重が乗るだけでも厄介です。さあ体勢入れ替えた。さあ押し込んでいきますが、この193センチ138キロとも言われる体格です。後ろから顔面をかきむしる。軽快に動きます。足を取った。それから先ほどから場内の映像を見ていますと、やはりだいぶその大人の男性が観戦をしているという印象がこの場内の雰囲気。そうですね、やっぱりこの当時は、まあ、お子さんよりも、はい、やっぱりある程度の年齢以上の方がね、はい、見に来られる場合が多かったですよね。そんな印象は、ネクタイを締めている方がね、だいぶいるようなそんな印象もありますが、男性がやっぱり9割以上は、ああそうでしたか、いらっしゃったと思いますね。そんな中に桃田少年も、まあはい、混じって見ていた。そうですね、僕は後ろの方から見てましたけど。そうですか、はい、ちなみにこの東京体育館のワールド大リーグのリングサイドのチケットが2000円という値段、今手元にポスターがありますもんで、それを見ていますと、当時の大卒の国家公務員の初任給が1万円だということですから、まあ、5分の1ぐらいか。まあまあいい値段ですよね、それぐらい価値のある大会というところが言えるかもしれません。小中学生が100円という入場料で、当時はコーヒー1杯が50円から60円くらいだったというところだそうです。そのくらい世界各地からの有力選手が集まって世界一を決めようというワールド大リーグです。顔面かきむしり。さあ時間がなくなってきました。第1ラウンドチョップを打つ。さあもう残り時間はこの1回戦第1ラウンドはないですが、さあ倒していった。巨大な象がモンドに打って倒れました。チョップを入れた。さあ空手チョップで勝負を決めるか。場外に落ちる。ああこれは今、ああ第1ラウンド終了のゴングということのようです。8分が経ちました。時間切れですね、今ですね。さあそして今第2ラウンドに入りました。決勝戦です。オルテが攻める、オルテが攻める。猛ラッシュ。ただ力道山も返す。ロープに飛ばした。カーデジョップ入った。さあ変わりた。早いカウント3つ決まりました。力道山優勝。空手チョップ一撃で3カウントを取りました。ものすごい一撃が入りましたね。そして今オルテガもすぐさま勝利を称えています。いや桃田さん、はい、強烈な一撃でしたね。そうですね、
まあ、あの大きい体が要するに宙に舞うっていうか、吹っ飛んでましたんで、ね、そうでしたね、第2ラウンド入って、まあ、猛然とオルテガが攻めてきましたが、その流れのままに力道山がカウンターの空手チョップ一発、そして、まあ、非常に潔しといったところでしょうか、オルテガが力道山の勝利を称えます。力道山勝利の今場内アナウンスも行われました。まあ、力道山は準決勝で反則負けだったんですが、決勝でオルテガを破りました。表彰式がリング上行われています。世界総勢10人の選手によりまして行われました第1回ワールド大リーグ、第1回の優勝者力道山の名前が刻まれました。世紀の強豪を実決総当たり、100万ドル大試合と銘打たれましたワールド大リーグの第1回大会終了です。トロフィー、そして優勝を盾、さまざまなものが今力道山に贈られます。桃田さんはこの表彰式の会場内にはいらっしゃいましたか。いましたね。いましたか。後ろの方から、見てたんで、はい、やっぱり父はやっぱり僕たち家族がリングサイドそういうの座るのは絶対許さないんで、ああそうだったんですか。見るんだったらもう隅の方で、無理だったら影から見とけばいいっていう感覚だったんでね。なるほど、ただ桃田少年から見ましても非常に誇らしかったんじゃないですか。いやそれはまあ子供心に嬉しかったんですよね、あんな大きな外国人に勝ってというね、それも人並み外れた大きい選手が多かったんで、いや本当にそうですね、後に桃田少年が日本のジュニアを代表するプロレスラーになるわけですけれども、そんな中で当時初めての試みとして世界の強豪10選手によりますワールド大リーグが初めて行われまして、第1回の優勝者力道山で決定しました。全アジア、全ラテン、ハンガリー、イギリス、メキシコ、インド、アメリカ、ドイツと世界各国から集まった強豪たちによりますワールド大リーグです。まだ多くのファンの皆さんが東京体育館に残って、そして大勢のマスコミ陣もこの表彰式を取材撮影しているところです。決勝戦は力道山対ジェス・オルテガ、最後は2回ラウンド2まで行きまして、力道山の空手チョップで勝利が勝負が決まったこの一戦になりました。あ、今これ各賞の発表ということですかね。そうですね、多分関東賞かなんかでエンリキトルス選手が選ばれたんじゃないですかね。なるほど、華やかに日本全国を縦断しまして行われましたこの第1回ワールド大リーグですけれども、決勝戦でジェス・オルテガに勝ちました力道山が見事に栄えある第1回の勝者となりました。その2人が肩を並べて今リングに立っています。